皆さんこんにちは、池さんです。今回はアンペアタイムっていうリチウムイオンバッテリー専門メーカーさんからご提供いただいた最新のリチウムイオンバッテリーを紹介したいと思います。そのバッテリーがこちらです。名称がアンペアタイム 12V 200アンペアアワー磷酸鉄リチウムイオンバッテリー内蔵100アンペア BMS 名前長い。まあ、つまりですね、磷酸鉄リチウムイオンバッテリーですね。容量が200アンペアアワーっていう容量があるバッテリーです。でね、こちらのアンペアタイム、僕の周りの多くのバンライファーの間でも人気で、すごくね、評判がいいです。製品自体の性能はもちろんなんですけど、何よりもね、サポート体制がね、すごく充実しているので、安心して使えるってところが一番の魅力ではないかと思います。今回はこのご提供いただいたバッテリーを我が家のね、これ今撮影しているここね、我が家のキャンピングトレーラーに取り付けようと思います。で、現在積んでいるのが100アンペアアワーの鉛のバッテリーなんですね。でね、我が家のように1週間のロングトリップとかね、出るとやっぱね、ちょっと容量不足を感じているところがありました。特にうちは RV パークのようなね、施設を利用しないワイルドスタイルの旅をすることが多いので、バッテリーの容量が2倍になるということで、さらにトレーラーライフが快適になると期待しております。ではまずはこのバッテリーの特徴をね、紹介していきたいと思います。磷酸鉄リチウムは熱分解温度が高く、熱安定性や安全性が非常に優れています。なので、車内で使用しても安心ってところが、まあ一番のメリットですね。つまり何が安心かっていうと、従来の鉛のバッテリーは、その過充電とかね、それから劣化とかで、硫化水素ガスっていうのが発生する可能性があって、車内でサブバッテリーとして使うには、結構リスクがあったんだよね。実際ね、過去に鉛バッテリーからその硫化水素ガスが漏れて死亡事故になったケースもあるので、すごくね、注意が必要なんです。その点、磷酸鉄リチウムはそもそもそのガスを発生させないので安心ということ。次にね、寿命が長いということ。このバッテリーは4000回以上のサイクル寿命を実現していることが最大の魅力。通常の鉛バッテリーは、まあ、せいぜいね、バッテリーサイクル200回から500回程度って言われてるんだよね。なので、もう圧倒的に長寿命っていうこと。さらにこれも重要なんだけども、重さが鉛のバッテリーよりも3分の1ぐらい軽くなんですって。もう圧倒的に軽い。特にね、トレーラーって重くなると走行性能に直接的に影響するから、実はね、すごく気をつけなくてはいけなくて、その中でも重量のあるバッテリー、これが軽くなるっていうのはすごいグッド。とはいえね、200アンペアワーの容量ともなると、まあね、重さがね、22キロぐらいあるんでね、取り付ける時とかね、ぎっくり腰にはご注意ください。アンペアタイムのバッテリーは使用率が 95% に達しても 12.8V 以上を維持してくれるんだって。つまりバッテリーがもう空になるギリギリまで電圧をキープしてくれるってこと。鉛のバッテリーだとやっぱりね、容量がね、半分ぐらいまで減ってくると、その出力もね、だんだんこう低下していっちゃうんだよね。で、空になる頃にはそんなに電圧が出せなくなっちゃうっていうデメリットがあったんだけど、このバッテリーはね、もうほんとギリギリまでしっかりと電圧を出力してくれるってことなので、この辺もすごく優れていると思います。 BMS ってバッテリーマネジメントシステムって言うんだけど、これって何かっていうと、過充電保護、それから過放電保護、過電流保護、そして短絡保護などなど、いろんなことから守ってくれる優れもの。なんでね、バッテリー自体のメンテナンスがいらないってすごい安心。自己放電率も1ヶ月でたったの 1% くらいと、まあ、驚異的な低さなんでね、長期間放置してても安心なんですね。
リン酸鉄リチウムはとにかくコスパ最強です。なんでかっていうと、いわゆる一般的なリチウムイオンバッテリーね、三元系とか言われるのもそうなんだけど、コバルトっていうね、レアメタルを使ってるんだよね。これが非常に高価だから、どうしてもバッテリー自体も高かったの。それに比べてリン酸鉄は圧倒的に安価なリンと鉄を使用しているため、コスパがいいというメリットもあるんだって。ちなみにね、テスラもこのリン酸鉄リチウムが採用されたってこともあって、市場価格もね、どんどん下がってきてるそうです。なんでコスパが良いと。いろいろとメリットだらけのこのリチウムイオンバッテリーですが、唯一注意してほしい点があります。それはね、氷点下での使用は大丈夫なんですが、充電は禁止ということです。これなんでかっていうと、これアンペアタイムのバッテリーに限らず、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー全般的に注意することなのですが、氷点下で充電をしてしまうとリチウムイオンが吸収されにくくなるため、セパレーターとかのね、破壊とか結構致命的なダメージを与えてしまう可能性があるそうです。難しくて何を言ってるかわからないんだけども、とにかく氷点下で充電をしてしまうとバッテリー壊れちゃうかもしれないよっていうことなので、氷点下では充電はしないでください。北国在住の方とかね、それから我が家みたいに雪山での使用を考えている方は注意してください。ただマイナス20度までは使えるということなので、まあほとんどの環境で使うことは可能です。さあ、いろいろとメリット魅力の部分をご紹介しましたけども、次にバッテリーのスペックを可視化していきたいと思います。まずね、このバッテリー最大負荷はなんと 1280W。 これだけあればいろんな家電が使えますね。そして容量 200Ah をワットアワーに換算すると、これまたすごい 2560Wh ということになります。これを各家電で計算すると次のようになります。まずね、我が家のポータブル冷蔵庫 45W の消費量があるんですね。このポータブル冷蔵庫なら57時間2日以上使えますね。それから 60W の大型液晶モニターだとしたら 42.6 時間、ネットフリックスずーっと見てられる。それから僕が使ってるね、 MacBook Pro、 これはね 80W 消費量あります。ということは32時間使えるんですね。社畜だったらもう寝ずにずっと仕事してられる。次に 200W のコーヒーメーカーだとしたら 12.8 時間、もう何百杯のコーヒー飲めるんじゃーいって話です。さらに 1000W の電子レンジだったら 2.5 時間、何個弁当を温められるんだーいっていうぐらいの容量があるということです。といった感じで 2560Wh も容量があれば、我が家のね、2泊3日のトリップくらいならもう十二分に足りる容量となります。むしろね、これぐらい容量あるとすごく安心ですよね。続いては、このバッテリーに合わせて開発したという専用充電器もご用意いただきましたので、合わせて紹介したいと思います。その充電器はこちらです。じゃん、じゃん、じゃん、じゃん。中身はこのようになっております。充電器ですね。まあまあごついな。この充電器の特徴は、プリチャージモードっていう機能がついていて、バッテリーを活性化させたり、それから長時間使用されてないバッテリーを修復したり、それから使用寿命を伸ばしたりする機能まであるそうです。すっごい利口だね、この充電器。で、容量 200Ah のバッテリーだと、空っぽの状態から約10時間で満充電できるそうです。まあ、決して急速ではないけどね、十分早いんじゃないかなと思います。バッテリーも充電器も両方とも PSE 認証取得済みなので、安心して使えます。そして最初にも言いましたが、アンペアタイムさんは日本語でのメールと電話のサポートも提供してくれているので、まあ、何かあれば迅速に対応してくれるそうです。その辺も安心だね。以上、アンペアタイムから発売されているリン酸鉄リチウムイオンバッテリーのご紹介でした。次回の動画では、このバッテリーを、これね、僕のキャンピングトレーラー、これに取り付ける動画をアップします。次の動画もぜひ見てください。ではまた。バイ。Dude, that father is 10 men permed!